さっきの戦いで受けた傷、もういいのか？ええ、この通り大丈夫よ。厳しいと思ったら後ろに下がってくれ。殴り合いならこっちで引き受ける。守られるために一緒にいるわけじゃないわ。そうは言ったって、得て増えてったもんがあるだろう。私が痩せ我慢しているようにでも見える？俺は痛みを感じない。でもシオンは違うだろう。気遣いは感謝するわ。でもあなただって不覚を取ることはあるはずよ。私だけ過剰に扱うのはお願い、やめて。違うんだ、俺はただ
の大きな塔は。ちょっと牧場の様子を見ねえか。予備の装具が汚れていたので磨いておきました。それと武具も。ああ助かるキサラ。なんかキサラなんだかんだ言いつつディオハリムの面倒を見ていない。やっぱりなかなか仕えていた時の感覚が抜けないのか。そういうつもりはないのだがな。それに別にあの人のことだけではないぞ。ほらロ、お前の服穴が開いていたのを繕っておいた。な、ああ悪い。ひょっとして世話を焼くのが好きなのか。好きというかしていないと落ち着かないんだ。私にとってはそうするのが自然なんだと思う。昔は兄さんと年下の子たちの面倒をよく見たものだ。兄さんは何でも教えてくれた。野草の美味しい料理の仕方、服を長持ちさせる縫い方、何でも。あなたももう鋭でないというなら当然のように世話されるのは改めるべきじゃないの。面目ない。私もそうされることに何の疑問も抱いてこなかった。ずっと鋭として同じレナ人に、レナ人としてダナ人に仕えられて当然だと思ってきた。まあレナ人だもんな。けど俺たちはあんたに仕えてなんかないぜ。それでいい。君たちの態度に接するたびに私は内心の戸惑いに直面することになるのだから。戸惑い？私が真の理想から共存を言い出したわけではなかったのを思い出してもらいたいな。戸惑いは私にその都度何のために戦うのかを思い出させてくれるだろう。心配しなくてもいきなり放り出したりはしませんから。なんだか部下っていうより母親みたいだな。おお、これひょっとして、ひょっとしてじゃね。ロ、相手になってくれるか。あ、アルフェン、どうかしたのか。いや、珍しく鍛錬をしていないから腹でも痛いのかと。あのな、俺だって別に四六時中鍛錬してるわけじゃねえよ。そうか、暇さえあればやってる気がするがな。それは強くなりたいんだからしょうがないだろう。ああ、ただたまには筋肉に休みを作れって親父に言われたから。ジルファに？ガキの頃さ。ガキだから親父が帰ってくると単純に嬉しくて、だからひっついていろいろ教わろうとしたんだ。そん時言われた。熱心なのはいいが、がむしゃらにはなるな。お前が勉学を休みたい時があるように、お前の体が鍛錬を休みたい時もあるもんだってさ。
自分は休むことなんて忘れたみたいに突っ走っておいて、よく言ったもんだよな。ジルファらしいな。別にしんみりするところじゃねえって。ただ親父は突っ走ることの怖さを教えようとしたのかもな。それともこれって俺が勝手に解釈してるだけなのかな。もっといろんなこと聞いとけよかったな。見張りしとくぜ。気力全開、さあ行こうぜ。拝見といこう。戦いが実を結んだな。
シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。本当にここなのか。あれ放題じゃないか。ミハグサールの主婦ニズ、そのはずだ。まるで人気がありませんね、建物も。ああ、人が住んでいる気配が感じられない。兵士、ダナ人、どちらも姿は見えないな。作りから察するにレナ人の区画のようではあるが。ねえ、縄文に描かれていた絵、あれ、漆黒の翼の紋章だよ。ダナの昔話、フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった、間違いないよ。ダナの、そんなものが書いてあるってことは、つまり、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。自力でスルドを倒したというのか。にわかに信じがたいが、この町の様子とは符合しているな。誰かいないか探してみよう。何があったのか聞けるかもしれない。ひどいありさまだな。本当に誰もいないのか。壊されたのはつい最近みたいだな。でもそれならダナ人もレナ人もここに住んでた人たちはどこに行っちゃったんだろう。もし本当にダナ人が蜂起を起こして勝利したのだとしても、誰もいないというのは不自然ね。この瓦礫、レナの精霊術の仕業か。どうかな。それにしては壊れ方が画一的すぎる気もする。リンデル、さっきの漆黒の翼の話、悪い王を退治するのは炎だったな。うん、そうだよ。炎か、そう言われりゃ焦げたような跡もあるな。誰か見つけて話を聞ければ早いんだがな。道すがら探してみよう。デュオハリム、昨日火の始末を忘れてたぞ。火の始末。ああ、火を消すということか。ちゃんと消しておかないと火事の原因になる。なるほど、申し訳なかった。気をつけよう。なんか自分で火を消すって発想自体がないって感じが。それより上着の留め金が外れかけていますよ。ああ、試したのだがどうもうまくはまらなくてね。呆れた。レナって身支度もろくにできないの？スルドは身の回りのほとんどを世話係が行うからな。不慣れなのは仕方ないといえば仕方ないんだ。
だとしても少し度が過ぎる気がするわね。確かに同じレナ人でもシオンは誰かの世話なんて必要としないもんな。私の場合はそうせざるを得なかったというのもあるけど、だとしてももう少し自分でできるようになるべきだわ。うん、具体的に何を覚えればいいのかな。まずそうですね、服の着方、靴の履き方、髪の整え方、私物のまとめ方、それから世話係っていうより母親みたいだ。ああ、そういえばリンウェル、君のフクロウだが。何？羽の生え変わりの時、その抜けた羽を譲ってはもらえないだろうか。そんなものどうするんだ。それで作った枕は最高の寝心地らしい。最近どうも寝つきが悪くてね。やっぱりレナなんて大嫌い。何かまずかっただろうか。とりあえず身の回りのことより先に空気を読むことを覚えてください。